じゃあ行こうか、プラザ。優先ミッションをハイライト、目標に向かってください。こっちよ、エージェント。ゲートまで来て。ああ、わかった。列車はどこだ。大丈夫か、サンダース。エージェント、ついてきて。援護が必要だ。飛び越えて。任せろ。じゃあ右に行く。脅威を検知、身を隠せ。いいパルスだ。バリケードの後ろから来るぞ。いや、クリア。ガレージから撃ってきてるわ。援護しろ。援護する。残り注意。やられたぞ。見たか。カバーしてくれ。いい援護だ。やられたぞ。見てこの状況はやばい。エージェント、彼を助けに行かないと。よし、足を怪我している。もちろん防衛線を確認しろ。バリケードお願い。あとはぐれたやつを監視するよう連絡をして。スペア弾倉はあと4本。何人かは逃したか。バックには150発。次の攻撃がこんなに早いとは。大丈夫？ああ、これが続くなら移動しないと。来て、手を貸して。よし。この状態じゃここのみんなを守れない。行く当てはあるのか。またなの？ウォーターフロントに行け。まさかそんな。救難コードだわ。ワシントン DC の座標を示している。一体どういうこと？出て！早く！みんな出て！誰かが残らないとこの人たちを置いていけない。何とかしないと取り返しのつかないことになる。行って！サンダース！君はどうする？ここは任せて。行って！今までの私たちは全てを当然のように受け入れていた。朝のコーヒー、無料の Wi-Fi、 それらを失ってからも私たちは生き延びた。通信網が絶え、電車が止まり、インターネットが使えなくなっても生き延びた。でも薬局が略奪され、病院の機能が止まると喘息でさえも危険な病気になった。警察もいない、銃もなく、銃で守ってくれる人もいない。それでも一部は生き延びた。人間はそう簡単には滅びない。社会が崩壊しても私たちは前に進む道を見つけた。人類は何世紀かぶりに本当に必要なものだけを欲するようになった。大惨事の中で私たちは互いに協力し、廃墟となった場所で新たなコミュニティを作り上げ、適応し生き延びた。そして新たな日常を紡ぎ出した。中には何も生み出せなかった者もいる。何も想像しない人々。ハイエナは弱者から奪うことしかしない。この世界を汚す存在だ。でも私たちは一人じゃない。勇敢な者たちが残っているものを守ってくれる。
私たちを一つにしてくれる、同じ人間であることを思い出させてくれる。彼らは盾であり光だ。その光がなくなってしまったら、私たちは。どうなってしまうのか。アウトブレイクから7ヶ月が経過した。未だにドルインフルに怯えながら暮らしている。だが本当の危険は他にある。